今年初めての映ってる。おはようございます。全く走ってなくて、今年初めてのトレランで、とりあえず生駒山を目指します。はい、よろしくお願いします。手元でスイッチ、いや、これはないですね、手元。なら宝山寺、旧山道上がります。これ処理してるんでしょうね。画像処理で消えてるから、だからこんなんやるじゃないですか。あ、なんかこれが消えてるから、ミュータグローブ。逆に僕の手を挙げてるのがすごい、この人なんで挙げてんやろみたいな感じになって。あっちの方まで走っていきます。ほの、僕の足元も、はい、家元の足元も、はい、両方とも取れてる。両方とも取れてる。すっ、広がり7
ぱここ綺麗だね。ここからこっちの見え方が広いね。いいですね。こっちの方がだいぶ低いんやろ。いいですよというか。なるかわサイレンさんね。あれ軽いくのわかるぞ。鳴川峠から高安山まで 6.1 キロ。よし、ゴー。ああ、登り。本郷かつらぎも、うん、もぐもぐタイム、もぐもぐタイム古いちょっと古なったけど、いやー来ました。見ていてよかったね、うん、だからもちろん今こう使うんですけど、真上とか青い空のこの隙間かな、これももう取れてるわけですよね。だから後で、まあ素材が多くなるけど、460と12メートル、あっこまでが460メートルで、じゃあ上があの展望台が12メートルっていうこと。なるほど、そういう書き方。説明をした方がいいのかな、こういうのに慣れてないので YouTube を見たことがあるという、僕の YouTube を見てもらったことがあるという、お名前はですね、なんかニックネーム的な、ナトリさんに、はい、もう名前出して大丈夫ですね。あのニックネームです。ナトリがニックネーム、はい、でニックネームナトリさんがちょっとご一緒させてもらってます。前を走っているあの弓場さんはこの間高安城来た。
向こう行ってもこっち戻ってくる。毎回上は絶対行けやとね。どこ迷ったの？ありますだっけ？ああ、なんかあれあれみたいな感じで。どこからやった？周りを緑の、あの、もうあの、バーチャル UTM で、1週間で165。そうでしょ、意外と、僕も最初見てないから見てない。あれ乗って山の中走っとったの走ってたんですよ。あれも昔はあった。この R のこういうのちょっと珍しくないですか、この時代で。
大丈夫、カバーつけてるから。もうそう、まっちゃズバレしてんのって感じで言われるけど、ああ。ですね。そう。上がりとかちょうど生駒山まで登ってここですね、ずっと走ってきました。久しぶりに気づいた。ほんまですか。サブスリーランナーなのに。ひとまずお疲れ様でした。また今年もね。いっぱいですね。そうですね。とりあえず釈迦のページ。